ああああああ始まりました、ありけんろえ今日は特に顔が不細工だから顔を写さずにただただコメント欄を読みながら雑談しつつネットで起こったいろんなことをみんなで意見を出し合ってたたいたり守ったりいろいろする配信はい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 ということでリコえ皆さんこんにちは。す <laughs> あごめん。 ずっとエコーついてた。はい、ごめーす。とりあえずね、とりあえずまあ、えー、コメント欄じゃねえ、あの、<coughs> ちょっと顔出しなしにすればむぶさいだからね。そうそうそう、自称天才不登校小学生。沖縄の、なんて子だっけ、あの子。不登校、不登校は不幸じゃないキャッチフレーズ、不登校は不幸じゃないっていうね。うん 非常にまあ、まあその、学校に行ってて、一度社会に出たことがある人ならね、舐めとんのかっていうね。<laughs> そうで、なんだっけな、ね、いろいろ <coughs>、まあ、ツイッターの記事で見たけど、なんかね、僕は、なんだっけ、僕は、ちょっと音だけ流すか。ちょっとなんだっけ、あいつの名前。あいつの名前なんだっけ。なんて名前あれあれ、なんて名前だっけ。キタキタキタ、ユタポンチャンネル、1年前に動画上げてるよ。 とりあえず一番最初の動画見てみようか。少年革命家ユータポンって。いや、でもチャンネル登録者数1.3万人だぞ。おいおい、チャンネル登録者数1.8、やばくねこれ見てみ、ほら。これ見てみんな、これ、お、はい。チャンネル登録者数1.3万人。多いよ、ほら。めちゃくちゃもうほら、もう 2, 2日前の動画。学校行くれ <laughs> いやもうね、まあ、YouTube ちょっと見たんだけど、そうだほとんど、なんて言うんだろう、ホームビデオなんだよね。ホームビデオなんだけど、なんかね、あのー、なんだ、ビットコイン買ったりしてるんだよ。なんか知らんけど、そうビットコインを <laughs> 動画で買ったりしてるんだよね。<laughs> 面白いことに。 そう一番最初はこのおだ子供お笑い劇場みたいなあなんかこんな感じで多分この動画なんだろうな一番最初の「不登校は不幸じゃない!」っていうのも、ね、これねちょっと画面打つのあれだからねちょっとだけ見ようかちょっと音出してね学校に行かなくなくりましたお家で YouTube アップしたり YouTube ってのも YouTube のイントネーション真似していこうかなこれな YouTube パンティミノアさんに会いに行ったりして誰パンティミノアん知らないパンティ界で有名な人かな、ええ、リコピーイーで<然> YouTube をって <laughs> イントネーションだなむししろ楽しかったで,すなんでこの子はその前にまず不登校が不幸っていう捉え方をしているのかねうーん 逆に。うん、学校行きたくないって言ってるのに。うん、親は。うん、学校行かな、幸せになれへん。そやど。やそやど。世の中そやど。学校行かんと。結構しんどいと、多分。から。いやいや、学校に行ってる。 子たちの方が。<laughs> アポちゃんいらっしゃい。二百四十円こってんで。そうやと思う。ええー、なんで。それはダメだよ。その、え、なんでそんな不幸って、なんでや。だから。犬がってるこの子も話を聞いてあげて。うん、その子は自由がいいって言ったら。うん、自由にさせてあげた方が。うん、その子は幸せだと思う。お前は言って、学校だ、刑務所かなんかと勘違いしないか、この子は。 そんなさ、手錠されてさ、猿わされてさ、学校に行くんじゃねえんだからさ、ある程度の自由があるのが学校だぜ。その中で社会に出た後、自由にしすぎちゃいけないように教育するところが学校なんだよな。この子の中の学校は一体どれほど怖い学校なんだよ。で、僕は、2020年の4月に、一人で、 ベースボードに乗り込んで。何にノリコンをつったベースボードに乗りうんちょっと待って何て言ったボードに乗り込んで。ん,ベー,ボーんだベースボードに乗り込んで。ベースボードに乗り込んで。ベースボード。世界一周に来ます。ベースボードって何ベースボー <laughs> スケボーみたいなやつあ,あれもしかしてあの、小学生とかがたまに道端でさめちゃ、めちゃくちゃお尻フリ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 ,フリ,フリしながらやるあの、なんかスケボーみたいなやつあれなにベースボードって何誰か教えて誰かこんな不登校な俺でも、うん。頑張れば、大概200円こっつんです。できるんやぞっていうところを。 頑張ればできるんだぞってところを、学校頑張っていくってところを見せてほしい、俺は。ベースボードで世界一周行くよりか、その、うん、わかるよ。わかるわかるわかる。うん、あのー、頑張ってるところを見せたいっていうのはわかるけど、あのー、他の子たちはな、まあ、頑張って学校に行くってのがな、当たり前なんだよな、うん。その頑張りをできてない子が頑張りを見せるって言っても、ちょっとね、世間は許してくれやせんよ。 不登校。を悩んでる子たちにも。見せたいし。世界中の子たちにも。むしろ学校より難易度高すぎ、それな。二百十五歳。みんな。よろしく。<laughs> まあ、この子の言ってることはまあ。 200円リコピーベースボードググったら断熱材な断熱材に乗って多分世界一周するんだろうな <laughs>、うん、断熱材に乗って世界一周するらしいです <laughs>、うん、断熱材に乗ってねどんな風に世界一周するか分かんないけどとりあえず熱を通さずにね世界一周するらしいけどまあこの子の考え的には学校に行ってるお前ら不幸だな 不登校の俺、フリーダムだぜ、いいだろ <laughs> フリーダムな俺、断熱材に乗って世界一周できちゃうもんね <laughs> 多分そんな感じなんでしょう。お前ら、羨ましいだろな。俺な、断熱材に乗ってな、世界一周するからよ。そこらへんの頑張り見ててくれよな。<laughs> って感じでしょう。<laughs> 一体誰、何が彼をこうしたんでしょうかねうん すごいもんな。学校への偏見がえぐいもんね。あぼじこのメンタルなら学校絶対行け。それな、いや、それな、なんで学校に行けなくなりましたって、その経緯を聞きたいんだよね。うん、な、なんでなんでだよね。何が嫌なのって。でも、あの、なんかね、誰だっけな。なんか、周りの子がロボットに見えたみたいなことを言,言ったんでしょ、この子。なんか、学校に行ったら、周りの子たちがロボットみたいに見えて、みたいな感じなんでしょ。 これ最新の動画48枚ありがとう少年革命家イタボンです。おの<う>日の新聞に俺が載りました。やるやんコメントでおるねんけどそれは違う。子供は学校に行く権利はあるけど、うん、義務はない。いやある はい、さんこんばんこばちょっと前々から忙しくて走りこれなかった最近落いてきて今日からまたオッケーいかめしありがとうせんごっさんです <laughs> 義務ある <laughs> 学校に行く義務はない <laughs> ちょもう一回もう一回見たい今の、うん、あるけど義務は学校に行く権利はあるけど義務はないあるこの国にはある この世界にはある学校に行く義務がある義務教育。辞書調べてこい義務教育。親もそう。親も、うん、子供が学校に行きたいって言ったら、うん、行かせる義務がある。うん、でも子供が学校に行きたくないって言ったら、うん、無理やり行かせる義務はない。あるそれが社会じゃ。 そうやってこの世界は成長してきたんやお前が止めるな先人たちの熱い思いをみんなが頑張って勉強してきたからこの日本が作り上げられてきたんやお前みたいなやつが止めるなそれをそれで、まあ、無理やり連れて行かされて、うん、苦しんでて <laughs> 死んじゃう子が多くなるうーうん でも、うん、今一番自分の大切なものは、うん、自分の命、自分の人生、うん、自分の心やから、うん、みんな人生は冒険や。がち違う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 ,違うそのがつを守るために学校に行って勉強し友達増やすんやよ。うん。 家にいるだけじゃ、そんな、それもすら守れなくなるんだよ。それを守るためにみんな社会に出てから、それを守るために、何不自由なく守るために学校に行って勉強してやるんだよ。自由に生きよう。死んだらあかんうん、そこは、そこは共感する。そこは共感させてもらう。でも、そろ、あの、その前の99%何一つダメ、共感できない。じゃあ ダメだよこれでいいのだわちげえよお前はどうなのこれぶっちゃけどうなのもうなんかもうワンピースルフィみたいなこと言ってるよルフィルフィでも15歳16歳になるまで海に出てちゃダメって言われてちゃんといろいろやってきて海に出てるからねルフィより立ち悪いよこいつ本当にルフィより本当に立ち悪いよこの子は いやでもすごいな。でもこの子がすごいな。なんか、なんだこれ、な茨城健一郎先生ちょっと読めないわ。あの、なんかょ、情熱大陸に出てきそうな人とお話ししてるんだよな。まあ、僕の意見から言わしてもらうと、まあ、間違ってるよね。シンプルに考えようみんな。シンプルに考えたら、間違ってるこの子の考えは。うん。 いいと思うよ、YouTuber でやるのはいいと思うけど、学校には行かないといけないと思う。それを親がね、<laughs> ええー、ええー、かまへん,ん、かまへん、学校なんて行かなきゃええやんみたいな感じはね、本当に子供のためにならないというか、うん。なので、いろんな人と接しないといけない,いだめなんだよね。結局。 うん、家で YouTube をしかもビットコインとかやってるからねこの子暴落仮想通貨取引所でチップをばらまいてみたとか言ってるからね <laughs> すごい詐欺師みたいなタイトルしとるでうーん学校行くなー言ってるからね元気に今日も元気に学校行くな <laughs> 違うよ行かないなら行かないでええやで無理すんなってのはわかるんだってこいつ学校行くなお前ら <laughs> <laughs> うんちげ<違>えちげ <laughs> えおめえだけじゃねえおめえだけじゃねえってか、うん、みんなおめえとちげえんだよみんな学校楽しんで行ってるやつもいるんだよ自分でやっとけって感じそんぐらいかな俺から言うのは